こんばんは、仰天エリナです。イエーイ。はい、お稽古から終わって帰ってきました。イエーイ。明日はあれですね、その何ですっけ、何だっけ、あ、ファンクラブイベントですね。ついにちょっとどんな感じなのか未知ですけども、まあ私自身も初めてですし、まあ初めてということでね、まあ、頑張っていきましょう。ね、なんか今日朝自分が家出るときは雨が降ってたんですよ。結構湿気もやばくて、雨もパラパラ、なんか風にすごい流されやすい雨が降ってて、すごくで、わーって思ったんですけど、私が帰る、まあ稽古に行く頃にはもう晴れてて、私間違えて長い傘をね今日持ってきちゃったんですよね。だからもう本当に邪魔だった。めっちゃ荒れてるのに傘持ってるみたいな、ちょっと意味のわからん人みたいになってしまってて恥ずかしかったですね。折りたたみがさね、なんか最初普通にも家出る時間なんか家出て、外出た瞬間になんか本当にさーって霧みたいな雨降ってて、うわ雨降ってると思ってパーって言ってさって撮ったやつだからさ、なんかそう折りたたみがさにすればよかったんだけど、そしてその家やばいやばいと思ってさ、言ったからさ、降らない、降ってないと思ったんだよ今日。 40% とか 10% しかないから降ってないなとかと思ったら全然降ってて、えっ、だって焦りましたよね。サムネイル今度は自然順調かな、いや順調も何もやってないですね。だってちょっとそれどころそれの時間がないので、ちょっとね自主練ってなるとね、やっぱりそのスタジオに行って練習ってなるから、スタジオに行っての練習はしてない。この間行ったぶりでやってないですね。明日ファンイベ終わった後に、昼過ぎで終わるじゃないですか。でも、まあ、帰ってきてたりとかしたら、まあ、夕方ぐらいに帰ってくるじゃないですか。ってなったらなんか自主練行けるかなと思って聞いたら、明日はちょっと一日フルで、レッスンが入ってるってなって、できないってなってめっちゃショック。もう次は私はもう本番の日までそう番号はちょっと立てないですね、残念。いやもう一回ぐらいやりたかったな。なんか全然身に入ってなくってやばい。でもどっちにしても明後日が投資なんですよ、舞台の。だから明後日までにその全部セリフとかミザンスとか完璧に覚えていかないといけないから、もう明日はもうレッスンできないから、まあ、家でまあちょっと踊るぐらいか、あとはもう台本を覚えるっていうのに徹したいなって。でもなんか絶対早く眠たくなるわ、絶対明日めっちゃ朝早いんですよ、起きないといけない。神奈川なんでね明日ね、遠いですね。なんでねちょっと明日早く起きないといけないから、多分早く寝て、そうでなんか元気いっぱいな頭でちょっと稽古行こうかなって思ってて、でもなんかその動けはしないけど、なんか行きの電車の中とかはこう YouTube じゃない、間違えた、なんで YouTube 間違えた、振り動画見て、そう
自分らのサムネイル公演の振り動画 見たり、あとは音楽だけかけて頭の中で脳トレみたいな、音楽だけかけて頭の中で立ち位置みたいな、はい3番みたいな、はい4番みたいな、はい1番みたいな、そうみたいな感じで頭の中で番号を言うみたいな、でそれで「今の何番だっけ？」みたいな、こうやって見て「あ何番か、ここで、あここで移動だった」みたいなね、っていうのを頭の中で出ます。今日もあの朝全体撮影があったんですけど、生写があったんですけど、行く時にあの音楽かけながら頭の中で「何番何番」って言いながら、そう移動してて、そうそうそう、でも結局ね、穴の中でラーバーラーバー言ったあとね、人が増えるとねパニクっちゃってね、パニクっちゃうんだよ。だからこそね緊張る。でもほんとこのめちゃくちゃ忙しいこの数日さえ乗り切ればこの忙しい1週間ぐらい乗り切れば、明日明後日しあさってぐらい乗り切ればなんとかかんとかって感じかな。そうなんで、ちょっとそれまではマジでこの覚えられない脳みそにぶち込んでいきたいと思います。資料を覚えろって覚えろっつってね、自分にご褒美ね。なんか服でも買いたいな。服買いたい。秋冬があのそろそろめっちゃ出始めてきてるじゃないですか。なんかショーウィンドウとか秋冬いっぱい並んでるんですよ、可愛いのが。だから秋冬の服ってさ、あの秋口の服が一番可愛いじゃん。だからさ、まあショーウィンドウとか見ててもさ、可愛い秋の服って思っててんのね。暑すぎず薄すぎずじゃん、可愛いと思ってるから、マジ服が欲しい。そう今からも結構店頭に並んでてるから、可愛いと思って欲しいな。なんかでもさ、普通にパーカーとかもうさ、パーカーとか着れるんじゃない、9月の末ぐらいから。もうどうなんやろ、まだ早いかな。なんかさ、切れそうじゃない、ほんとさ。でも最近マジ秋っていう秋がないけんさ、超むずいよね、着ようと思っても。今年は11月ぐらいまで暑くなるらしいよ。だってそんなに暑いの、やばマジ。それちょっと死んだね、それはちょっと無理があるかもしれない。暑いのか。最近マジ暑いと寒いの境がなくて、ほんと一番可愛い秋服が全然着れないんだよ。なんかもうどっちか、なんか暑いのを我慢して厚着をするか、寒いのを我慢して薄着をするか、もうこの二択じゃない、正直。もうどっちかに振るみたいな。ちょっと寒くて中にヒートテックとかいっぱい着込んで秋っぽい服をするのか、暑いなと思ってもちょっと我慢してパーカーとかを着るのかみたいなところになってくるよね。一番中途半端のが一番嫌いなんだよ、うち。なんか朝はなんか羽織いるけどみたいな、なんか昼はいらないみたいなのが一番困る。荷物が増えるからさ、なんか基本こう荷物がいっぱいで外歩いてるから、自分がってなるとさ、なんかね、むずいよね。
日もマジ荷物多いわ。パンパンだよ明日荷物。まだ荷造りしてないんだけどね。もう帰ってきたばっかだからまだご飯も食べてないし何にもしてないけど、荷物多いね明日は。荷造りしなきゃ。小さく畳めるパーカー着るようになった。あー逆にね、うち逆にパーカーは今逆にめちゃくちゃ探してんのは、もう大きいパーカー探してる。なんかダボーっと着れるパーカーをめちゃくちゃ探してるんだよね。なんか細身のパーカーならいっぱい持ってんの、こうちょっとスッとしてるようなパーカーじゃなくて、ダボーってしてる、なんかフォルム的にちょっと丸っこいみたいな、なんかパーカーをね今探してんだよね。これからこう秋口になってくるじゃん。だからこうダボーってしてるパーカーがやっぱ可愛いなって、ピチってしてるのよりね。だからそれをね今めっちゃ探してんの。でもまだないかな。フルジップのパーカーとか着る。だって、あ、首までジッパーがついてるやつ？いや持ってないうん、そう、どこのが好きとかないの、うちマジで本当になくて、なんかなんて言うんだろうな、こうサイトとか見てて可愛いって思ったのを買っちゃうんだよね。そうだから例えば今だったらそういうこうこういう細いさ、こういうこう細いパーカーじゃなくて、こうもうふわーってこうふわぶかーみたいになってるパーカーを今探しててね。だからそういうなんだろう、自分が今欲しい目的のものがあるかなって探してるみたいな感じ。そうなんかここのブランドでみたいなのないの、うちマジで。そう、そうなんですよ。だからここのっていうのがなくて。そうなんです。オリックスの山本吉野選手2年連続の、すごい。私も最近忙しすぎてもうね野球全然終えてないんです。本当にやばい野球マジで全然終えてない。本当にやばい。あでもなんかあのパテルとかはこうお風呂に入ってる時とか見てるんですけど、なんか常にこうっていうのはもうね、常にこうってなるほどの余裕がなくて自分に今。そうもうなんか空いてる時のその時間の時に見てるみたいな。そうなの、もう全然うわーって感じやばいでしょ。パーカーはやっぱりチャンピオンじゃない。確かに可愛いよねチャンピオンのね。わかる。あパーカーって言ってもあのあれだ、私が探してんのはねパーカーでもね、あのあれよ、あみんなそのこと言ってたんかな、うちパーカーってもこうジッパーついてるパーカーね、ウィーンウィーンってウィーンウィーンってなるパーカーを今探してて。そう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 、あそう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 、あのこううんしょじゃなくてウィーンウィーンってファスナー付きのパーカーをね探してるんですよ。着脱可能なやつ、あ全部着脱かどうか、なんていうのファスナー付き
を探してるんですよね。羽織を探してるの。羽織、あ、そう、羽織って言えばいいか、アウター、アウター、アウター、パーカーのアウターって言ったらいい、羽織るやつを探してるの。探してるの。なんか可愛いのあったら教えて。私も探しよう。そう、羽織れるやつ探してるの。やばい、なんかボケてんね、うちね。なんかね、なんかもうあれだね、意思が伝えられないわ。意思が伝えられない。みんなごめんね。私なんかマジ何言ってんのか自分でも分かんないや、もうなんか。ちょっと頭使いすぎて疲れてんのかもしれないわ。やばい、マジ何言ってんだろうね。いや、もう頭がオフだからか、もうそもそもちょっと、もうね、もうオフっていうか、カーディガンとかは着ないのって。いや、まあ着るけどね。なんかやっぱレッスン着に着れるやつが好きなんですよ。基本レッスン着着てる時の方が多いから、そう、なんかレッスン着着れる時とかの用の、そう、ダボっとしたのが欲しくて。カーディガンはね、結構持ってるんですよね、私。そうだしね、カーディガン、あんまりカーディガンの季節通らないんだよな、うち。寒くてカーディガン通り越してもコートに行っちゃう、最近は。そう、だから結構なんかレッスン時のジャージに着るようなのをね、もう探してんの。いや、黒がいいんですよ、黒が。そう、黒が良くて、黒を探してんの。そう、だから可愛いのあったらちょっと教えて、みんな。みんな教えて、情報ちょうだい、情報。うん、あ、もう15分経ったから、じゃあちょっとそろそろ終了するね。今日はもうゆりなちゃん早く寝るわ、絶対。もう眠たいからね。今日は一日頑張った、自分も。よしよしってことで、あの、明日はファンイベなんでね、来てくださる方はお待ちしております。なんで明日のショールームは夜しますね、普通に。朝早いんで、はい、許します。こういう、そう、許しますんで、よろしくお願いします。あー、眠たい。じゃあそのわけでランキングを読めます。13位横吉さん、12位沖正義さん、1103、14位岡山さん、9位シュガーさん、イベント楽しみにしてる、だってありがとう。8位吉音さん、7位前松さん、6位タカさん、5位秋彦さん、4位ナッティさん、3位ニキヨさん、明日の MC イベント楽しみです、だってありがとう。そして2位沢正さん、そして今日の第1位シンノさんです。明日のイベント楽しみにしてる、だって嬉しい、ありがとう。じゃあみんな明日、あの、朝早いけどね、みんなも、わかんない、神奈川県民はそんなことないんだけど、他方民は遠いと思うんでね、早起き頑張って、遅刻しないように、遅刻したら置いていかれるんでね、船だから気をつけてください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。私はこの後ご飯を食べて寝たいと思います。明日の荷造りをして寝たいと思います。明日本当持ち物多いから、マジで忘れたら終わりだから、本当頑張って持ち物やります。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。